繁盛するお弁当屋さんの秘密。ある会社の話を聞きました。お弁当屋さんだそうです。このお弁当屋さんは1日5万食まで対応できるとのことでした。たくさんの数に対応できるというのはそんなに珍しいことではありませんが、この会社のすごいところは、当日の朝までなら何百食ものお弁当もキャンセルできるということです。例えば朝から雨が降っていて、昼過ぎからはもっと激しい雨になりそうだという時は、屋外で行われる運動会などは中止になったりします。そうすると当然昼食もいらなくなるわけですが、朝のうちならキャンセルしてくれていいという方針なのだそうです。キャンセル料もかかりません。一度頼んだものはどんなに天気が悪くてもちゃんと引き取ってほしいという方針の会社に対しては、運動会の主催者や父兄は防御せざるを得ません。つまりその会社に頼むのではなく、自分たちでお弁当を持ってこようという方向になります。ところがそのお弁当屋さんのようにキャンセルしてもいいとなると、自分たちでお弁当を作るよりはそこに頼むといいよねとなり、業績はどんどん拡大することになりました。実際にそのお弁当を食べてみましたが、決して手を抜いているわけでもなく、味もとてもいいものでした。このような仕事をしていればお客さんはついてくるし、また注文してくれると考えられます。一言で言うと、お客様のことを考えた誠実な生き方ということに他なりません。